回地震体験して、まあ今回結構ひどい被害出たんですけど、まあ、多分東日本ってそれよりももっとひどい被害出たはずなんで、やっぱそういう場所に一回行って、あのどうやって人の心とかも街とかもどうやって立ち直っていったんかっていうのをやっぱ見る機会ってあんまりないので、やっぱそういうのに一回行けるのって大事かなって思って参加しました。自分も実際に地震で被災したので、その東日本大震災の被害を受けたところの、その被害とかどういうことが起きたのかとかを詳しく知りたかったからです。被災地宮城県を訪れるのは輪島高校の1年生から3年生までの13人。この日は訪れる場所を事前に調べ発表し合いました。今回の被災地の訪問は、大きな震災を経験した宮城県で人々の話を聞き、復興までの道のりを知ってもらい、輪島の未来への希望にしてほしいと輪島高校の校長が企画しました。その名も東北復興研修です。2011年3月に発生した東日本大震災、死者・行方不明者合わせておよそ1万8500人でした。輪島から10時間以上かけバスで宮城県に向かいました。1月の石川県のあの地震を見たときにすごくショックでした。全国でテレビでこういうふうに映ってたんだろうなと、私たちのところも。石巻市にある大川小学校、津波により児童74人、教職員10人が犠牲となりました。現在は震災校となっている校舎で教訓を学びます。川の方が早かったんですね、津波の威力が。それも全部5つの集落を飲み込み、10万本の松を飲み込んでこちらの方に襲ってきました。津波は1波だけではありません、2波、3波、最終的には7波まで来たそうです。それがたまりたまって大川小学校に襲ったんです。ここ大丈夫は絶対ないですからね、必ず逃げてください。皆さんも体験してわかると思います。一歩間違えれば大惨事になるんです。逃げて命があればそれでいいじゃないです。必ず逃げてください。それがここはできなかったということなんです。話をするのは語り部ガイドの三条澄江さんです。東北の被災地の各地ではこのように語り部の方が震災を今に伝えています。あの時私は海側に住んでて、息子3人育てました。一番下が高校3年生でした。でもその息子は津波で亡くなってます。私は車のラジオで津波警報が出てるから逃げろよと、だから逃げてる最中に亡くなったと思ってました。違うんですね、私の帰りを待ってたんですよ。それは逃げろよの後に、僕はもう今そっちに向かってるから名をつけてしまいました。だから逃げずに待ってたんです。自分が息子を殺したのかと思いました。でも息子は帰ってこないんですよ。こんなことは二度とあってほしくないです。息子のような犠牲者を出すまいと、三条さんは語り部の活動を行っています。校庭集合でした。行き止まりのところで重なり合うように亡くなった子どもたちが、手が見える、足が見えるでした。目で必死になって吠えました。まさかその土の中から子どもたちが出てくるとは思わなかったみたいです。でも連れて帰れないんですよ。泣きながらあの信号機のみんな今歩いてきたところに子どもたちを並べて帰るしかなかったそうです。山の水で顔を洗ってあげたり、もう眠るように亡くなった子、最後まで必死になってもがいて、そのまま硬直してしまった子、いろんな子たちを並べて帰るしかありませんでした。知ってる人、数時間前まで話した人がここにいるんです。話を聞いてやっぱ悲しいことしかないし、
では地震が起きてもそのこっちには関係ないから、あ地震やな大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、自分たちも大きな地震を経験して、ちょっと大きな地震だったらもっと心配っていうか、あ大丈夫かな、家とか大丈夫、まあ、壊れないかなとか、その心配の部分が大きくなってきました。2年生の宮越大地さん、能登半島地震で自宅が全壊し仮設住宅で暮らしていました。しかし先月の大雨で被害を受け、現在は祖母の家に身を寄せています。避難経路も高くて、はい、こう大事やなと思って、はい、なんか事前に避難する場所とかを決めとくといいよっていう話もいっぱい聞いたんですけど、結局一通りだけ考えていつも終わってて、地震が起きた時になんかその一通りの考え方で行こうとしてたら行き止まりとかに全然あったので、何個も確保してそれを周りの人と一緒に話して考えるっていうのが、あとはそれをみんなになんか広めるっていうことにもなるし、自分のためにもなるので、やっていきたいなっていうのを。石巻市の東側にある女川町、漁業と水産加工業が盛んな港町でした。しかし最大およそ15メートルの津波によって町のほとんどが破壊されました。この FRK 復興連絡協議会という会議の場ができて、設立総会の時にこの会長さんは何を言ったかというと、町づくりにはこの先10年も20年もかかっていくこと、時間がかかる、だからその計画や企画活動の中心は10年20年後の責任世代である30代から40代のに若者に、託していこうじゃないかと。女川町のモットーは住み残る、住み戻る、住み来たる。若い世代が率先して行動を起こした結果、新しい町へと生まれ変わりました。ここの底地が元々の町の地盤でした。ですのでここからさらにこう高くかさ盛りして、新しい町を造成したということが分かります。女川町では他の自治体と比べ意思決定が早い方でした。それでも5年はかかったということから、若い世代の力が必要だと学びました。なんか地震起きて、なんかこんな何メートルもまた新しく地面持ったりするのって結構時間かかると思うんですけど、それを実行に移すって結構すごいなって思って、輪島と通ずるところって言ったら、やっぱすごいなんか海と町が近いって感じがすごくして、なんかそこら辺にいてもすごい海風の匂いが、潮の匂いがすごいしてきたんで、こうやってなんか海をちゃんと感じられながらも、なんかすごいいい感じの綺麗な町って感じのところがいいなと思いました。そうですね、なんかここよりはよく、ここよりもっとよくしたいです。